はい、ゾエパートナーズの森です。今回はですね、月桂樹のお話をいたします。月桂樹に困ったなというような感じのお話なんですけれども、結構ね、庭木でね、月桂樹植えられている方多いんじゃないかなと思います。まあ、そんな月桂樹なんですけれども、結構ね、大きくなっちゃったよとかね、そういうのでね、結構困ったなとかね、いう方いらっしゃると思いますんで、まあ、今回はね、そんな月桂樹のお話をいたします。ちょっとね、先日ちょっとぎっくり腰になっちゃったんで、今回もね、もしかしたら変な体勢で話するかもしれないんですけれども、ご了承いただければなと思っております。ということですね、本日もね、やっていきますんで、チャンネル登録ね、していただいてない方ね、今のうちにチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでね、大きくなりすぎちゃった月桂樹の話なんですけれども、月桂樹ですね、結構強い木なんですよ。かなり強い木ですね。ですんで、大きくなりすぎちゃったらね、もうその分ね、もうボーンと切っちゃっても、特別ね、あんまり枯れるっていうのはね、まああんまりないんじゃないかなというような感じの木になりますので、結構ね、思い切って切っちゃってもいいんじゃないかなというような感じですね。で、金木犀とかもそうなんですけれども、葉っぱがないところまで切っちゃうとですね、木がね、結構弱っちゃうっていうような感じの木多いんですよ。まあ、金木犀は大丈夫なんたりするんですけれども、月桂樹もね、同じような感じで、結構強く切っちゃったとしてもですね、結構ね、生き延びるというような感じになります。で、結構ってじゃあどんぐらいなのっていうお話なんですけれども、まあ、私としてはですね、まあ、体感的にはですね、まあ、おすすめとしてはね、半分ぐらいまでだったら結構大丈夫と。もちろんね、サイズ感だったりとか、どんぐらいね、植えられていたのかっていうのによってね、結構違ったりするんですけれども、まあ、ざっくりね、半分ぐらいまでだったらね、結構切っちゃっても大丈夫な木というふうな感じですね。月桂樹ね、かなり強いんで、伐採するような感じでね、こう地面のところでね、ボーンというふうに切っちゃったとしてもですね、結構ね、生き延びてね、地面からまた出てくるよみたいなこともね、普通にあったりする木になっておりますんで、まあ、そんな感じでね、月桂樹ね、かなり強い木というような感じです。で、月桂樹ですね、枝がね、かなりね、多く出てくるような感じの木になりますんで、わざとね、こう、真ん中のね、芯ボンって切っちゃってね、そこから枝また出してね、またね、こう、仕立て直すっていうような感じでもね、やりやすい木になるんじゃないかなと思っております。で、もしね、不安だよ、心配だよって、もう絶対枯れさせたくないよっていうような方ね、いらっしゃると思いますけれども、そういった場合はですね、2年、もしくはですね、3年ぐらいに分けてね、小さくするというのがね、やり方としてはあります。で、やり方としてはね、1年目にですね、上の部分をね、こうボーンと切ってあげてですね、横の部分はね、もう全く切らない。高さだけをまずこう切ってあげてですね、幅を狭めないようにしてあげると。1年目はね。で、2年目の時にですね、その切ったところからですね、枝がね、こうビューンと出てきます。で、それは今度は切らないようにしてあげて、今度横をボンと切ると。ね、横、狭めてあげると。いう風にしてあげるとですね、上にね、葉っぱが残ってますんで、横を切ったとしてもですね、またその次の年にもね、そこから出てくる可能性が高まるよと。で、枯れない可能性が高まるよという風な感じのやり方になりますね。でね、それもね、2年、もしくはね、3年ぐらいに分けてね、そんな風にして、ちょっとずつね、こう、下げていく、下げていく、下げていく。狭めていく、狭めていく、狭めていくという風にやればね、かなり狭めるということがね、月桂樹もできますんでね。まあもちろんね、これ他の木にも通用するというか、応用するというかですね、普通にね、使えるような感じのテクニックになりますんで、大きくなりすぎた場合はですね、こんな感じで小さくしていくというような感じができるという風な感じですね。で、月桂樹ね、注意していただきたいのはですね、その大きさがね、大きくなっちゃってね、手に負えないよっていうのもあると思うんですけれども、他にもね、つきやすい虫、貝殻虫っていうのはね、かなりつきやすくなってます。結構ね、月桂樹ね、普通に植えてあるよっていうような感じのね、家だったらですね、まあ半分ぐらいの割合でね、貝殻虫結構ついてるなみたいなね、感じになります。で、その貝殻虫がつくとですね、そのついたその糞とかで病気になってね、葉っぱがね、なんかすすがついたような感じでね、真っ黒になっちゃうんですよ。で、汚くなっちゃってですね、料理でせっかくね、月桂樹使いたかったのに、ローリエでね、使いたかったのに使えなくなっちゃったわ、なんてね、いうことにもなり得る、なっちゃうこともね、かなり多くあったりします。なんで、なるべくね、消毒してあげればいいんじゃないかなというところになりますね。その貝殻虫ね、つきやすい日になりますんでね、梅とかね、そういうのとかと一緒でね、貝殻虫つきやすいというふうな感じになりますんでね、消毒ね、もしやるようであればね、そのマシン油か何かね、やっといてあげればですね、全然倒せるというような感じになります。で、その貝殻虫なんですけど、その中でね、そう倒せてるんですけれども、結局ね、そのなんか貝殻みたいなやつが残るんですよね。あれ気になるよっていう方いたらですね、こう全部ね、手でこう取ってあげるというような感じでね、倒した後に取ってあげればいいんじゃないかなというような感じになっております。
そのぐらいかな。というような感じでね、今回はあの月桂樹のお話をしておりますね。結構ね、こう大きくなったとしてもですね、結構強めにね、こうボーンと切ってあげてもですね、それなりにね、生き延びる確率がかなり高い木というような感じになっております。まあ、私としてはですね、まあ、大体半分ぐらいまでね、強めにこうボーンと切っちゃったとしてもね、結構生き延びると。まあ、もちろんね、あの状況だったりとか何年生きてるのかっていうのによっても違うんですけれども、まあ、大体ざっくりそのぐらい切っちゃっても、枯れないんじゃないかというような感じになります。もし不安のようであればね、2年もしくは3年ぐらいに分けてね、ちょっとずつ切っていくというのがおすすめというような感じになりますね。で、貝殻虫っていうのはね、つきやすいんで消毒してくださいというような感じのお話になっております。ということでですね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということでですね、また次の動画でお会いしましょう。